イザヤ書37章「ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を引き裂き荒布を身にまとって主の宮に入った」「彼は宮廷長官エルヤキム初期シェブナ年長の妻子たちに荒布を身にまとわせて預言者であるアモツの子イザヤのところに使わした」「彼らはイザヤに行った」「ヒゼキヤはこう言っておられます」「今日は」 苦難と懲らしめと屈辱の日です。子供が生まれようとしているのに、それを生み出す力がないからです。おそらく、あなたの神、主は、ラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君、アッシリアの王が、生ける神をそしるために、彼を使わしたのです。あなたの神、主はお聞きになったその言葉を咎められます。あなたは、まだいる残りの者のために、祈りの声を上げてください。 ヒゼキア王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう言われる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが、私を罵ったあの言葉を恐れるな。今、私は彼のうちに礼を置く。彼はある噂を聞いて、自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。 ラブシャケは退い添て、リブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いていたからである。王は、クシュの王ティルハカについて、彼があなたと戦うために出てきているとの知らせを聞いた。アッシリアの王はそれを聞くと、死者たちをヒゼキヤに送っていった。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前が信頼するお前の神に騙されてはいけない。 エルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っているが、お前はアッシリアの王たちが全ての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを確かに聞いている。それでもお前だけは救い出されるというのか。私の先祖は、ゴザン、ハラン、レツェフ、またテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したか。 ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、ヘナや岩の王はどこにいるか。ヒゼキヤは死者の手からその手紙を受け取って読み、主の宮に登って行き、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主に祈った。ケリビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ。ただあなただけが、地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。 主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセンナ・ケリブの言葉を皆聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが全ての国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらが神ではなく人の手の技、木や石に過ぎなかったので、 彼らはこれを滅ぼすことができたのです。私たちの神、主よ。今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば、地のすべての王国は、あなただけが主であることを知るでしょう。アモツの子イザヤは、ヒゼキヤのところに人を送って行った。イスラエルの神、主はこう言われる。あなたは、アッシリアの王、センナケリブについて、私に祈った。 主が彼について語られた言葉はこの通りである。諸女である娘シオンはお前を蔑みお前をあざける。娘エルサレムはお前の後ろで頭を振る。お前は誰をそしり、誰を罵ったのか。誰に向かって声を上げ、高慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる者に対してだ。お前はしもべたちを通して主を阻しって言った。 多くの戦車を率いて、私は山々の頂に、レバノンの奥深くに登っていった。そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒し、その果ての高地、木の茂った園にまで入っていった。私は井戸を掘って水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせたと。お前は聞かなかったのか。遠い昔に私がそれをなし、大昔に、 私がそれを計画し、今それを果たしたことを。それで、お前は城壁のある町々を荒らして、廃墟の石暮れの山としたのだ。その住民は力うせ、打ちのめされて恥を見て、野の,の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。お前が座るのも、出て行くのも、お前が入るのも、私はよく知っている。 私に向かって生きり立つのも。お前が私に向かって生きり立ち、お前の暗逸が私の耳に届いたので、私はお前の花に鍵輪を、口に靴輪をはめ、お前を元来た道に引き戻す。あなたへのるしはこうである。今年は落ち葉から生えたものを食べ、二年目はそれから生えたものを食べ、三年目は種をまいて刈り入れ、 ブドウ畑を作ってその実を食べる。ユダの家の中の逃れの者の、残されたものは下に根を張り、上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが、シオンの山から逃れの者のが出てくるからである。万軍の種の熱心がこれを成し遂げる。それゆえ、アッシリアの王について主はこう言われる。彼はこの都に侵入しない。 また、ここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は、元来た道を引き返し、この都には入らない。主の言葉。私はこの都を守って、これを救う。私のために、私の下辺、ダビデのために。主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で、 18万千人を打ち殺した人々が翌朝早く起きて見るとなんと彼らは皆死体となっていたアッシリアの王センナケリブは陣を畳んで去り帰ってニネベに住んだ彼が自分の神ニスロクの神殿で拝んでいた時その息子たちアデラメレクとサン・エツェルは剣で彼を撃ち殺した彼らはアラら手の地へ逃れ 彼の子、エサルハドンが変わって王となった。